毎日ですか？月曜日から金曜日まで毎日。大変だ。でも喉とか大丈夫ね。喉を痛めないように。ね、あ、ありがとう。こっちも声が綺麗なんで。いやで、私たちはおいとまいたしまして、はい、よろしいでしょうか？はい、はい、はい、ありがとうございます。いつも貴重な経験をさせていただいて、遊びに来ますね。はい、適当に結構イベントだったりとかの経験とか税関を回ったり、イタリアに2ヶ月間行ったりとか、ありがとうございました。今日のテーマは最近秋だなと感じたことがテーマです。皆さん、それからお月見って何団子食べますか？教えてください。沖縄ね、普通のお団子じゃなかったんですよ。ちょっとびっくりしたので、それもお伝えしますね。今日はお月見ですが、さっきね、天気予報でちょっと曇りの予報だったので、今日見えるかな、わかんないですね。時刻は午後5時33分を回りました。この時間は FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております。さて、今日は、中秋の名月の日ということでお月見なんですけれども、皆さん秋感じてますか？もうだいぶ秋めいてきたかと思うんですが、ツイキャスの皆さんはね、全国から聞いていらっしゃるかと思いますので、皆さんの地域はどうでしょう？もうだいぶ30度はないですかね、さすがにね。沖縄の方はまだ、最高気温31度で今日も暑くなっておりますが、だいぶ、日の傾きなんかを見てると秋を感じるようになってきましたね。今日は秋を感じたなと最近思うことをテーマにお送りしております。メールが来ているので紹介しましょう。ラジオネーム沖縄コンビーフセンターさんからありがとうございます。めぐさん、こんにちは。こんにちは。秋を感じるときはスズムシの鳴き声や赤トンボが飛んでいるのを見たとき。コメントいただきました、ありがとうございます。そうですね、スズムシの鳴き声は秋感じますね。昔家でスズムシ飼ってましたね。
夏ぐらいから卵から育てて、あの土に埋もってるやつですよ。土からこうスズムシがたくさん出てきて、鳴くところまでね育てて、でまたそれが卵産んで来年もスズムシの鳴き声を聞くっていうね、育ててましたね。そういえばお家で夏休みぐらいから飼ってましたね。でも沖縄に来てスズムシの鳴き声あんまり聞こえないかも。どうなんでしょう、沖縄の皆さん聞こえますか？沖縄って本当にね、いつまでも暑いんで、10月で31度ですよ。いつまでも暑いんでなかなか秋を感じることも少ないんですけれども、赤トンボは確かに飛んでるかも。トンボね、よく見ますね。そういった虫をね発見すると秋感じますね。沖縄コンビニセンターさん、ありがとうございます。さあ、ツイキャスの方はどうでしょうか。シプリマさん、先日銀座で五百円翔先生にお会いしましたが、銀座にいたんですか？その時に、先行発売されたアルバムを聴きながら、団子ではなくレモンケーキを食べながら月をめでますこれ五百円翔さん先生、皆さん知ってますか？レモンケーキの歌があるんですよ。そういうことですね。レモンケーキ食べながら月をめでます。はい、コメントありがとうございます。野の中の銀のホタルさん、はい、めいぐーちゃんこんばんはということで、はい、ありがとうございます。まだね、太陽が昇っているので今日の月の具合はどうかなっていうところなんですけども、先ほどの、天気予報で夜の予報は曇りだったのでね、今日はお月様見えるかな。沖縄はちょっともしかすると月が雲に陰って見えないかもしれません。さて、お月見しますかというねアンケートを取っている会社があるんですけども、なんと十五夜にお月見をしますかというアンケート調査では、お月見をする方 16.4%、しないという方 73% で、あんまりお月見をする習慣は最近の人はなさそうです。で、お月見で団子を食べますかという質問には 18.9% の方がお月見をでお団子を食べるということで、月より団子という人の方が多いようです。でですね、お団子といってもさまざまなお団子あるんですけども、皆さんのお月見団子のイメージはどんなですか？私はもうあの丸い白いお団子、白玉団子なんですけど、白玉団子がこうピラミッドみたいに積まれている、そういうイメージだったんですが、沖縄に来てなんと衝撃。沖縄はですね、白いお餅じゃないんです。ふちゃぎというお餅をお供えする習慣があるそうなんですね。私今年初めて見ました。去年来てから1年半ぐらい経ちましたが、今年初めて見ました。ふちゃぎなんですが、もち粉で作ったお団子に小豆をまぶしたもので、豊作を祈願して神様にお供えした後食べるそうです。で、この小豆なんですけど、あの要はおはぎみたいに全部その白いお餅をコーティングして、白いお餅が見えないようにしてるのかなと思ったら、もう本当にこの、先ほどお伝えした通りまぶしたものということなので、外にねちょっとついてるだけなんですよ。本当にまぶしただけの、小豆をまぶしただけなんで、おはぎとはまた違うみたいなんですよね。ちょっと変わった見た目だなと思いつつ、この、ふちゃぎを、火の神様お供えしたりねするそうですよ。やっぱり内地とはちょっと違いますよね。で、今日が中秋の名月ということで10月4日今日になってるんですけれども、実は今日満月じゃないってご存知でしたか？皆さん今日満月じゃないんですよ。
実は満月になるのは今年は10月6日2日後らしいです。なので今日8日だと満月一歩手前なんですよね。なぜこの10月4日がこの十五夜として、言われているのかと言いますと、旧暦で言うからなんですよね。こちら紹介しましょう。中秋の名月を十五夜と呼ぶのは太陰太陽暦の関係があります。中秋の名月は太陰太陽暦旧暦の8月15日だそうです。旧暦は月の満ち欠けをもとに暦を作りました。旧暦の1ヶ月は月が地球の周りを一周する日数と同じ、つまり新月が最初に次第に膨らんで満月となって、やがて欠けてまた新月となっていく、そのサイクルが約 29.5 日であることから、旧暦の1ヶ月は29日か30日と決められていました。そして、その半分である15日の夜の月は満月イコール十五夜と呼ばれるようになったということなんですね。ただし前述したように、月のサイクルは30日ぴったりで地球を一周するわけではないことや、月の軌道が楕円であることなどにより、実際の満月は1日か2日ずれることが多いのです。で、今年の場合実際の満月は10月6日あさってなんですね。とはいえこの、ね、名月に変わりないので月の風情を、ね、楽しめたらいいですね。やっぱり10月になると、あの空気が澄んできますので、よく見えるということもあるかと思います。皆さんも今日夜、ね、外見上げてみてください。お月様。さ、コメントが少し入ってます。先ほどフチャギを紹介しましたが、世の中の銀のホタルさん、フチャギ好きじゃない。豆も嫌いだし、餅も味ないし。そうなんですか。豆は小豆だから、あんこ甘い味ついてるんじゃないですか。味ないんですね。シュプリームさん、フチャギって甘いのかと思って食べるとかなりの衝撃。甘くないんですかあれ。シュプリームさん、横浜から聞いてらっしゃるのによくご存知ですね。フチャギ私まだ食べたことないです。今年初めてフチャギっていうのがあるっていうことを知りました。甘くないんですね、知らなかった、ね、沖縄ではそういったフチャギを食べるそうなんですが、他の地域ではあの白玉団子だったり、白くてあの甘い味がついた白いお餅を食べたり、プレーンのねお団子を食べたりするらしいんですけど、あとね、面白かったのが岡山、きびだんごのイメージあるじゃないですか。十五夜の日は三色団子を食べるそうです。ねえ、きびだんごじゃないんですね。三色の緑と白とピンクのね、三色団子を岡山の方は食べるそうです。意外。であと大阪の方もね、よく団子を食べるっていうアンケート結果が出ています。皆さんのところは今日お団子作りましたか？どうでしょうか？今日は中秋の名月ということで紹介させていただきました。さあ、ここで一曲お送りしましょう。この分、新しいアルバムが出ました。新しいアルバム4枚目のフルアルバム涙の中から一曲お届けしましょう。この分で涙。クリームさん、フチャギ食べたことあるんですね。大阪普通になんか白玉団子みたいなの食べてました。普通の白い団子をねピラミッドにして、あとはきな粉つけたり、あんこつけたりして食べるかな。もうだいぶ涼しくなってきましたね。
もうこのスタジオにいてもだいぶ楽です。あとお祭りのね話もしましょう。今日はせやくんがいないのでゆっくりと落ち着いて放送をしております。この間のあの羽衣祭りの特番聞いてくださってた方どれぐらいいるんでしょうか。さざ聞いてる方は聞いてなかったかな。どうでしょうか。もうずっとね私中継に行ってたので全然本部のことが分かってなかったんですけど、ツイキャスね盛り上がってましたか。草団子添えないの。草団子、草団子はお月見かな。草団子もよく作ってましたよ。あの小学校の調理実習の時間に草団子、よもぎ団子作るっていう実習はありました。しかもよもぎをあの近所の田んぼとか畑に積みに行くっていう、小学生みんなで調理実習の時間にやってました。懐かしい。はい、FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております。さてここでいくつか FM ギノワンからお知らせをさせていただきたいと思います。まず今週末のイベントですね、アソシアさんからイベントのお知らせです。平岡さんを、これは発達障害の講演会を実施することになりました。講師に平岡さんを迎えて発達障害講演を行います。タイトルがうちの火星人の取り扱いについて教えます。面白いですね。発達障害のあるあるなんかを、トークされるようです。場所がヒルトン沖縄北谷リゾート1階、日時が10月9日月曜日13時から15時受付が12時30分となっております。参加費が500円、お問い合わせは電話 098-989-1818、 担当のあさとさんもしくはやらさんまでお問い合わせくださいませ。そして、今週末もう一つねイベントがあります。毎週火曜日の朝10時から放送をしております坊主カフェの、パーソナリティ神宮寺の近所良慶さんのところでね、神宮寺でお祭りが開催されます。10月8日日曜日、今週末日曜日です。こちらで、コンセプトはお寺を身近にというコンセプトで、内容が地方行列、座禅会、写経会、日渡り体験、出店などがあります。この境内で1日のんびりできるプログラムになっています。出店があるのでね、お昼ご飯食べに行こうかなという形で来てもらっても大丈夫です。時間が11時30分から18時30分までとなっております。神宮寺の場所は、普天間サンサロの突き当たりですね。突き当たりに大きい鳥居があると思うんですけども、普天間神宮を見て、左側に神宮寺さんがあります。
そしてですね、この神宮寺祭りなんですが、ちょっと急遽決まったんですが、なんと私当日司会をさせていただくことになりましたので、皆さんぜひお誘い合わせの上お越しいただければと思います。稚児行列もね、とっても可愛いのが見れるかと思います。もうね、30人締め切りだったんですが、40人以上募集があったようで、皆さん参加できるということなんでね、とっても迫力があるかと思います。ぜひぜひ皆さん、稚児行列もそうですし、火渡りもね、試してみてください。一緒に楽しみましょう。そしてもう一つお知らせです。2018年度版の沖縄手帳発売開始されましたということで、毎週火曜日11時から放送している沖縄手帳発行人の時間、番組にですね、番組宛てに、感想、メッセージを添えて、お書きいただきますと、なんとこの沖縄手帳を3名様にプレゼントしますということで、応募締め切りは10月9日月曜日、発表は10月10日火曜日の、この沖縄手帳発行人の時間にて番組内で発表いたします。ご希望の方は件名に沖縄手帳リスナープレゼントと書いていただきまして、住所、氏名、メール、またはお電話番号を明記の上メールでご応募ください。今回はですね、ピンクとブルーと黒と茶、たくさんありますね。とっても素敵な英語バージョン、それから普通の手帳バージョンであるみたいです。ぜひぜひご応募ください。メールアドレスが 797@fmgino1.com です。いいですね、プレゼントでもらえたりしたら欲しいな。ぜひ皆さんたくさんご応募ください。そして、来週になります。10月14日15日2日間でトロッパ2017が開催されます。夏の終わりのビーチパーティー、美味しい楽しい2日間です。こちらは場所は宜野湾トロピカルビーチにて開催されます。時間が12時から21時、お昼から夜まで開催されます。MC が14日は知念田新一郎さん、15日がエリナさんと前田ルマーシアさんで、たくさんのアーティスト、 FM 宜野湾でおなじみのブンバさんもね、こちら出演されるということなので、ぜひぜひ皆さんお越しください。そして、ビーチからもお知らせです。10月21日土曜日、裸足運動会、ビーチで育む家族愛 in 宜野湾開催されます。こちら家族対抗裸足運動会は、地元のビーチで裸足になって汗をかき、家族愛を深めるために行う家族のためのプログラムです。ということで、家族対抗ビーチフラッグ大会とか、パパとママのおんぶ競争、ボールレスキューゲームなどなどあるそうなので、ご家族でぜひ参加してください。参加費無料となっております。10月21日土曜日13時から15時まで、受付は12時30分です。会場が宜野湾トロピカルビーチとなっております。こちら あのトロピカルビーチの方にお問い合わせください。以上、 FM 宜野湾からのお知らせでした。もうそろそろエンディングの時間になってきておりますが、はい、ツイキャスコメントたくさんありがとうございます。あ、マスオさんもコメントいただいてる。テイク頑張れ、ありがとうございます。セントセイヤは今日いないんですよ。そうなんです。あ、ハリマルさんありがとうございます。ゲストさんがね、ちょこっとだけ前半に出ておりました。一人でお送りしております。はい、あ、サボさん今日音量が良かったですか？ありがとうございます。さて、エンディングになってまいりましたが、先週の土曜日羽衣祭り特別番組無事に終わりました。お聞きいただいたリスナーの皆さん、そして、出演してくださった皆さん、関係者の皆さん、ありがとうございました。とってもね、楽しく4時間生放送させていただきました。今年もね、花火で最後締めれたので、
ね、なんかこの羽衣祭りが終わると夏が終わったなっていう感じがするんですが、沖縄の短い秋もこの後少しだけですが楽しみたいなと思います。羽衣祭りのレポートはまた来週せいやくんがね来た時に一緒にやりたいと思います。借り物競争の裏話だったりねしたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん来週も聞いてください。それでは、この時間のお相手は FM ギノアの今西恵でした。それではまた来週17時5時にお耳にかかりましょう。さようなら。まさ、月より団子。お疲れ様でした。月見団子といえばね、白玉団子、そう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 、白玉団子のイメージでした。チャンプルー文化だからみたらし団子もいいんじゃない。いいですね、みたらし団子の方が好きです。よもぎ団子もいいですね。今日は皆さんでお団子食べましょう。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。